はい、どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。はい、今回もまたファーウェイのバライト3のね、動画撮っていきたいと思います。今回はですね、僕動画出してますけど、他の方もね動画出してて、ああこういうのあるんだっていうね、ちょっと参考にさせてもらった動画とかあったりして、二番煎じかもしれないけど、僕もねこの自分のねノバライト3をちょっとより快適に使いたいなと思って、僕も確認のためにね、やってみたいと思います。はい、ということでお願いします。はい、今回は僕ねこちらの iPhone7 も使ってるんですけど、まあ、iPhone7 だから、まあ、普通このホームボタンね、このホームボタンあるやつのタイプなんで、まあ、そのまま使ってもいいんだけど、まあ、最近の iPhone ってこの iOS12 になったからかな、下からスワイプでね、 iPad みたいな使い方ですかね、そういうような感じで使い方変わってるんですよね。で、そういうのに近づくためにというか、まあ、このノバライト3も、Android 9.0 なんだけど、Android って言ったら普通、ここにホームボタンと戻るボタンと、あとこのタスクとかありますよね。このタスクボタンと、この3つがね、これで大体操作する感じなんだけど、これをですね、なんかより快適に使い勝手の設定する方法があるみたいなので、それちょっと今やってみたいと思います。では、そしたら設定からシステムかな、あ、システムだ、システムのシステムナビゲーション、はい、あります。で、ここを押すとですね、ここにジェスチャー、3つのキーによるナビゲーション、そしてナビゲーションメニューって、この3つがあるんですけど、デフォルトではこの3つのキーによるナビゲーションっていうね、こちらの方になってます。なんだけど、この上のジェスチャーっていうのと、下のナビゲーションメニューっていうのがあって、これを変えるとね、使い方が変わるらしいんですよ。とりあえずやってみましょうか。このジェスチャーっていうのにするとですね、そうすると今ほらこういう風に見えてますけど、ホーム、これ見てみますと、はい、この戻るっていうのは、左右の縁から内側に向かってなぞることで戻る。そして画面下から上にスワイプするとホーム。そして、下から上にスワイプして一時停止すると最近実行されたタスクを表示。それから画面の左右の下から上に向かってスワイプすると、この Google アシスタントへアクセスすることが可能です、ということでね。じゃあこれちょっと設定してみようかなと、はい、思います。じゃあこれ戻りまして、ここのジェスチャーのところをポチッとします。はい、でこれで設定しました。はい、でそしたらちょっとやってみますね。この状態で多分下から上になぞるとホームだと思うんで、はい、あ、これでホームですね。うん、あ、それとここにほら、通知がなくなりましたんで、まあ、広く使えるっていうのもありますね。この画面を。そしたら、例えば、もう一度、設定からシステムに行ったとしても、例えば戻るは、こうか。うん。こうか。右でも左でもね、左右どちらからでも、こうすると戻る画面になります。あ、これいいですね。これいいですね。あ、これ使いやすい。これスマート。で、まあどっちでもいいんですけど、これ下から上なぞってもホーム。例えばストレージとか行ったとしても、これで戻、左右で戻る。左右で戻る。あ、いいですね。はい。それから、なんだっけ？忘れちゃいましたね。システムナビゲーションのジェスチャーの、よいしょ、うん、下から上に途中で止めると最近止めたタスクになってましたね。じゃあもう一回ちょっとホームに戻って、下から上で止める、そうするとここに最近のタスクが出てきますと、はい、でこれでここにねゴミ箱のマークがあるんで、これを押しますと最近のタスクがね、全部消えますね、はい。あ、これ使い勝手いいわ。これいいですね。
じゃあそしたらもう一つ、この使い方で、よいしょ。もう一回ね。システムから。システムナビゲーションで、これ今ジェスチャーの方をやりましたけど、もう一度三つのキーでナビゲーションしてやってますけど、これにもう一回戻すと、はい。ここに戻りました。で、ここにホーム。ホームを押すと、うん、こういう風にな、元に戻るんですけど、まあ、ここの部分だけね、この下の、このほんのちょっとこの部分だけ、このね、ジェスチャーの部分の、これだけね、やっぱり表示領域を取っちゃうんで、まあ、好き好きですけどね、こういう風に持ってて、まあ、下を押したくなる人は、まあ、それでもいいし、まあ、こう両手で持っててね、スワイプね、片手で持って片手で何か操作する人は、これでこういう風にポチッと押すよりも、もう一度ね、システムナビゲーションで、ここで、まあ、ジェスチャー、うんうん。ジェスチャーね、はい。ジェスチャーがいいかなと思います。はい、これでも。あ、これいいですね。うん、これいいですね。はい。はい。じゃあ、あともう一個ね。はい。このジェスチャーコマンドのところで、よいしょ。ね、もう一個ここにナビゲーションメニューっていうのがあるんですよ。で、これをオンにしますと、このね、ポチッとしたボタンみたいなのが出てきて、これをなぞると、さっきこのやってきた移動とか、まあ、戻ったり、ホーム画面になったりっていう、うん、で、あと起動中のタスクに対しても使えるね、使い方っていうのが、このボタンをなぞることによって、同じことできるんですよ。はい。うん、ということで、これちょっともうナビゲーションメニューもやってみますね。はい、ポチッと押しました。そしたら、このナビゲーションメニューがこれ出てきます。はい。よ。一回戻りますね、はい。そしたらここにね、なんかこの変なこのマグみたいなの出てくるじゃないですか。このナビゲーションメニュー。で、これを、例えばですね、Chrome なんか押すでしょ。あ、何も出てないな。で、これで、これを下から上にポンとすると、あ、違うわ。これをですね、ああ、なるほど。あ、なるほど。こういうことか。ああ、こう。僕がよくわかってない。僕がやく。あ、なるほど。どういうことかというと、Chrome 立ち上げるじゃないですか。ポンって押すと、これは、あれかな。戻るかな。になってますね。あららら。あ、間違えちゃった。ちょっともう一回見てみますよ。システムナビゲーション。ナビゲーションメニュー。戻るは、タップすると戻る。長押しして離すと、ホーム画面。長押しして左右にスワイプすると、起動中のドツ。ああ、わかりました。それ見てなかった。はい。じゃ例えば、よいしょ。例えば、ま、Chrome 開きました。はい。これ一回消して、ここにボタンがあるんですけど、これをタップすると戻る。ピ。はい。それから、長押しするとホーム画面。はい。そしてもう一回、長押しするとホーム画面。それから、左右にスワイプすると、こういう風に、出てくると、うん。ってことですね。で、ゴミ箱で消える。そしてタスクで、ってことですね。はい。あ、これ使いやすくなりましたね。で、このボタンを、まあ、例えばね、ここに持ってきて解いてもいいし、例えば、こういう風に使うじゃないですか。持つじゃないですか。そしたら、僕左手で持つの多いんですよ。まあ右手で持つのも多いんだけど、僕結構左利きじゃないんだけど、左手で持つから、
これこのボタンをここのこの左手のこの親指のここに持ってくじゃないですか。そうするとですよ、例えば Chrome 開くじゃないですか、そうするとここでポンって長押しすると、はい、ホームに戻れる。はい、もう一回クローム開いて、短く押すと戻るだけな。ピッ。はい。ああ、なるほど。ピッ。で、戻る。あ、これいいですね。これいいですね。うん。で、例えばこうして、こうしてスワイプすると、はい、タスク。うん。タスクの方は、こっちの方で、このボタン使わなくてもこっちの方でね、ちょっと待ってね、一回長押しして戻って、長押し戻る、あ、長押し、あ、長押し、タスクの方はね、こっちからでもこうこういうふうになる、なる、ね、どっちでもいいんですけど、まあこのボタンを自分の利き腕のこの親指付近に置いたりとかね、アレンジするとね、使いやすくなります。で、右手の人は右手の方を持ったりとかね、なんか両手持ちで片方を持ちながらこうするんだったら、まあ、ここに置いておくのもまたいいし、まあ、でも、このジェスチャーでね、使えるっていうか使えますんでね、まあ、好き好きだと思いますんで、これで、皆さんね、このノバライト3、使い勝手ね、ますます良くなるんじゃないかなと思いました。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけどね。はい、今回は以上です。はい。また、ノバライト3のね、動画、出していきますんでね。よかったらまた、参考になりましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まだまだこのノバライト3、いじくっていきますんでね。僕なりにいじくっていきますんで、よろしくお願いします。次何しましょうかね。ここにこの、なんかこの炎みたいなマークあるんですけど、次これでも行きましょうかね。アンツーベンチマークっていうんですか。これ僕よく分かってないんだけどね。これちょっとやってみたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい。ということで、イケレンでした。ではまた。